じゃあ、まあ豊かな視点、ね、前半戦を振り返る、ね、ということで、いつもは家で撮ってるんですけども、今日はちょっとイレギュラーで事務所で撮るようになりました、はい、ね、前半いろいろこう印象に残ったことも含めてね、こう話をしていきたいと思いますが、まずどうでした、井中さん、こう前半を、まあ、総括、軽く軽く、はい、まあセ・リーグはコロナの影響、これは大きかったかなっていう、まあ見えぬ敵と戦ったなっていうセ・リーグと、パ・リーグは投高立て、やっぱこうピッチャーがすごい頑張ったなという、まあ、野手が頑張ってないわけではないけども、非常にピッチャーが良かったなっていう、まあ完全試合やノーヒットノーランがパ・リーグはすごく多かったよね。西武が2回やられてるのか、ね、まあ、そういうようなことでちょっと喋っていきたいと思いますが、はい、まずはセ・リーグからいきたいと思います。はい、ということで、まあ、この順位表は今日で、はい、前半戦終わるんですよ。24日現在の、はい、こうちょっと申し訳ないけど、はい、こう書いてます、はい、ね、これ大きな変動はないと思うんで、まあ、こういうふうにしてますけども、まあ、1位ヤクルト、ね、ヤクルトからいきたいんだけども、ヤクルトは何といっても決めの最初のところ、まあ、例えばそのはい始まります、開幕戦です、ね、開幕戦で劇的なことを起こすという、うん、阪神相手に、はい、まあ、サンタナがね、打ちまくったという、まあ、そこからこうヤクルトが徐々に乗り出す、まあ、開幕戦だから徐々にっていうことではないけども、あそこで負けていたらこの順位があったかっていうと、まあ、もうちょっと苦しんでた、うん、でもう一つのポイントは交流戦に入った時の日本ハム戦、はい、2試合連続でサヨナラホームラン、はい、1本は逆転スリーランというね、山崎がやってのけたんだけども、まあ、そういうことから、だからこと始めにすごく劇的なことから始まるんで、なんかチームも乗りやすかったかなっていうようなね、まあ、そんな感じがします。やっぱりその中でも村上すごいですよね、村上選手。いや、村上何がすごいかっていうとさ、はい、ベストメンバーで戦ってる村上もすごいけど、やっぱ危機感がコロナで、まあその後半前半の残り数試合のところでコロナになり、まあ一人打ちまくったという、で笑いもしないという、あの渋さってあの年でできるかなっていうぐらい、やっぱ貫禄を感じるよね、はいはい、だからあそこら辺のその村上のモチベーションがチームのモチベーションになってるというね、うん、だから負けはしたけども村上の存在感というのは素晴らしく光ってたという、あれがやっぱりザ・プロだなっていうようなね、はい、そこを感じさせてくれた。この村上選手ってどこがすごいんですかね、やっぱり打者村上選手って。やっぱね、1打席を大事にするよ、いい加減に打つことがない、これ見ていていい加減なやつはいないんだけど、はい、あ、これ気持ちが集中力がマックスだとしたら集中力半分でやってるんだって、まあ、大量点になったりだとかさ、前半戦終わる前の2試合目森下の時にもう10何対何って、はい、大差がついたんだよ、でも自分一人でホームランを打って1点取ってくるというかさ、まあ、そういう集中力、やっぱり1打席もおろそかにしない、それとヤクルトでサンタナが抜けた時、早々に抜けた時に誰を使っていくかなと思ったら、はい、いろんな人を使いながら山崎が頑張ったよね、はい、これが2番に入ることによって打線のつながりができたということ、だから山崎の貢献というのも素晴らしく大きいよね、うん、だから塩見も生かすしさ、はい、で塩見の働きっていうのも素晴らしいし、あとは長岡、うん、で高津監督も開幕戦いいスタート切れたんだよ、長岡はね、はい、だけどそこから少しこうちょっと低迷期に入って、でもそこを変えるかなと思って見てたんだけど変えなかったね、高津監督が。でまあその壁をね、一つの壁を越えていったけども、で、まあ、そういうことも素晴らしいよ、ヤクルトは使い方というのはね、はいはい、で投手陣はまあ、先発ピッチャーはある程度頭に頭数は揃ってたんだけども、中継ぎがすごかったね、はいはい、でやっぱり充実してるというのと、高津監督が偏って使わないということね、はい、まんべんなく使っていくということ、
だからここら辺でやっぱ疲れもそんなに残ってないし、ただコロナになってからはポツポツっと抜けて登板型になった投手もいるけども、それまではやっぱり1年間を戦えるだけのスタミナを残しながらうまーく使っていった。でその中で中継ぎの MVP は田口だな。田口だけは使われるところが場所が決まってないんだよ。だけどそこを本当に期待に応えたね、まあ、ピンチをどれだけ、切り抜けたか、あの子でね。だからそういう意味からするとやっぱ田口っていうのは中継ぎの中での MVP に値するかなっていうね、まあ、打者では村上だけどさ、うん、だからそういう感じがするよね。僕個人的なのは小沢投手っていうのがすごい、なんかこう首に1回言いながらまた復活したじゃないですか、うん、まあそういうのはあなた好きだよね。1回首になったりとか、ハングリーが好きだよね。そうですね、まあみんなハングリーだから言うてもいや本当にプロ野球選手がハングリーなやつハングリーじゃないやつはいないから、みんなハングリーなんだよ。そうですね、ね、うん、だけどやっぱりヤクルトっていうのはやっぱ投手のバランス、野手のバランス非常に整ってるし、それと若手にいい選手がやっぱりいっぱいいるということだよね、うん、だからあのドラフトも含めて成功してるということだよね、うん、並木選手とかね出てきてほしいんですけど、でも並木もね、はい、出てきてるけどやっぱバッティングがまだ追いついていってないな、うん、まあ走力とかそういうのは認めるけど、だけどやっぱバッティング打てないことにはその足使えないからね、はい、だから早くこうバッティング磨いて、まあ、上で定着できると、まあ、魅力があるか、あのお金の取れる足だよね。だから竹岡選手とかも言われてたじゃないですか。竹岡もいいよ、あれ長岡と一緒じゃない年、はいはい、長岡使って竹岡使わなかったのっていうような、はい、そのぐらいの素材だもん、はい、これは山田がいなかったら間違いなく竹岡使うよいやそのぐらいいいもん打ち方が、はい、でフロックで打ってるんじゃなくてたまたまじゃなくて、あれ打ち方をよくあの教えてるね、ヤクルトは素晴らしい打ち方してるよ。だから将来的にはヤクルトの強さっていうのは続いていくかなって。だってキャッチャーの内山だってそうだし、はい、古賀だっているし、はい、松本だっているし、はい、だからもう余ってんだよ。そうですよね、これ今西浦選手がまだ、ね、野手でもいますし、いや西浦はちょっと危ないね。危ないですよねこれ。いやいや本当トレード出るとか、やっぱ西浦やっぱ焦りがあるな、はい、DeNA 戦でさ、はい、ね、カットマンに入ってやめようと思ったボールがどっか飛んでっちゃってさ、はい、サヨナラになっちゃったけど、やっぱそういうのは焦りだな。そう考えると広岡選手を出して田口選手を取ったわけじゃないですか、はい、広岡と同じじゃないショートじゃないですか。大正解だよ。そういうことなんですよね。大正解もいいところだよもう大笑いだよ本当にすごいなと思うんですよ。いやすごいよ。次は広島、はい、ね、広島はあの下馬評ではそんなに良くなかった、はい、これなぜかというと鈴木誠也が、ね、抜けて、ね、この4番をマクグルーブで補えるのかというようなところで、ね、スタートしたんだけども、まずあの笹岡監督が最初のうちっていうのはすごく犠打を使ったよね、うん、送りバントで1点でも多く取っていくという、まあ、そういう戦法に出た、まあ、言えば正攻法に出た、ね、それが当たったね。うん、それに打線も期待に応えてるしさ、だからそういう意味では非常に前半うまくいった。で投手陣もいいよ、やっぱ大瀬良、森下、クリーだとかさ、どこだ、うん、とか結構先発はいるしさ、だからそういう意味ではこれは順調なスタート切ったし、これはなかなか崩れないぞって、やっぱ先発ピッチャーがいいとさ崩れないんだよねなかなかね、うん、だからそういう意味では広島っていうのはいいスタート切ったよね、うん、ただ途中で中継ぎ陣がやっぱ崩壊してくるんだよ。そうですね、うん、だからそこら辺の層の厚さを、求めたいんだけどさ、なかなか出てこない。で薮田がこの前勝ったよね、はい、だからここら辺がまあ一つ後半戦に向けてどうなのか。で郡っていうのがいる、はい、ね、これが中継ぎに慣れてくれるとね、日本の野球に、そしたら使えるようになるし、だから
今のままでは前半戦戦ってこう見てるけども今は戦えてる。だけどピッチャーが崩壊しだすとやっぱ順位は必ず落ちていくね、まあ、それと良かったのはやっぱ秋山を取ったということで、これは働く働かないじゃなくて、はい、広島のチームってさ、はい、外に出ていくけど全く取らなかったんだよ今までね。だけどあの秋山を取ったということは今年球団も本気だなっていうのを例えば選手たちにもメッセージ性があるし、で秋山を取ったことによって相乗効果っていうのが出てくるはずなんだよね、はい、で打線のつながりだとかさ、秋山のこの取ったなんていうのかな、行動そういうものはやっぱり本気にさせてるよねチームをね。でも秋山選手ちょっとね初め打てないとかこうちょっとやっぱりブランクがあるんかとかこういうファンの中ではあったと思うんですけど、ね、うん、ここ最近で、ね、ぐっと上がってきた。これはやっぱタイミングの取り方が違うんだよね。外国人の取り方と日本人の投手の取り方っていうのはやっぱちょっと違ってて、外国人でよく 1,2,3 で投げてくるんだけど 1,2,NO が入るんだよね。だから NO を考えて秋山立ってると全部差し込まれてたんだよね。だからその NO のタイミングを自分の体で覚えると、まあ秋山クラスだったら打つよね。それと笹岡監督に言っときたいのは情をかけないでくれっていうことだよね秋山選手に対して。違うチームなんで、まあ、特にピッチャー、はい、だ遠藤がジャイアンツ戦で完封するかって初完封かって言われた時に逆転されて負けたんだよね、はい、そこから連敗が続いたことがあるんだけどさ、やっぱそこら辺の見極めだ、完全に大量点があって生かすんだったらまだしもさ、はい、2点差で8回に満塁で立たせたんだよね。で点が取れなくて2点差のままマウンドに登って逆転されて負けたという試合があるんだけど、10人中9人はやっぱ変えた方がいいって言ったはずだよ、うんうんうん、そういう流れがあったから、はい、だからそういうところでやっぱりピッチャーの監督の出身だよな、ピッチャー監督のやっぱそこら辺でやっぱりやらしてやりたいっていう気持ちが強すぎたんだよね、まあ、それは情として映ったんだけど、だからその情を捨てたら広島はね結構上位に粘れる、うん、頑張れる。ということはキーになるのはもやしではなく投手と。もちろんだよ ね、 あと小園をね8番とかなんとか使った時あるけどまあまあこれはもう小園がね打てないからしょうがないんだけども、小園は将来的な広島の中心選手だから、だから責任をもう完全に与えてやった方がいいね、うん、まあ、それと長野、長野ね、これはファームに行かしてさ調整させてで見事に復活してきたよね、はい、だからそういうやり方っていうのはもう広島っていうのは素敵だと思うし、まあ、笹岡監督の、まあ、手腕だと思うんだけども、だからそういうことがありながらピッチャーに関してはやっぱ情っていうか我慢しちゃうんだよね。だから優しいっていうかやっぱそこを乗り越えろっていうね。でも順位いいとこ行ってるからそれは最下位だったらもうそこ乗り越えろって、ダメだったらあダメかってもう一回頑張れっていうふうに言えるけど、やっぱファンがやっぱ上位にいると殺気立ってるからね。だからそこら辺をちょっと見極め、そこら辺をちゃんとやってくれるといいかなっていうふうに思うね。今年やっぱり野間選手とか上本選手とかこうね、ぐっとこう勢い、そうだね、ちょっと死にかけてた選手だけどね、はい、いやだけど見事に復活させるし、はい、やっぱり野間なんていうのはやっぱキャプテンやらして責任を与えてるよね。だからそういうところがうまく多分いってると思うんだよね。で上本も、はい、もう10年選手、はい、ね、だけどなんかもう必死に食らいついて頑張ってた、まあ、秋山が出てきてちょっと出番は少なくなったけども、いや、まあ、でもできるということを証明してるわけだから、はいはいはい、選手の層とすればすごく熱くなってきてるよね、まあ、初期とかもさ、はい、使ってるしね、非常に選手の層は熱くなってるし、西川いないのも忘れちゃうでしょ。そうです。そうでしょ、はい、でマクグローブがいなくなったら坂倉、はい、を4番で使うとかね、はい、だからすごい選手の層は熱くなってるだけに、あとはピッチャーの中継ぎ、うん、そこが頑張ればもうなんとかなるよ広島はね。阪神、
ね、阪神は開幕戦もう失敗だもの、はい、よく言われた、ね、矢野監督が今年で辞める、もうそういうモチベーションが下がってるんじゃないかって、はい、決してそういうことではないんだよ、はいはい、あの時はやっぱこう新外国人のケラーが、まあ、やらかしたというよりもカーブを特に打たれるんだよね。でカーブを投げる時にやっぱり緩むから分かっちゃうんだよバッターにね、あカーブだって。だからそこら辺がちょっと失敗しただけで、まあ、そこから開幕からずっと勝てなくてさ、こう沈んでいく、それは矢野監督の原因だっていうふうに言われたけど、いや決してそうじゃない。やっぱね、開幕戦であれだけのショッキングなことが起きればヤクルト戦に負けるというね、あれだけ、投手陣がいいって言われた中で、あのスアレスがいなくなって、はい、やっぱりスアレスかっていうようなね、抜けたのは痛かったかって、まあ、そういうものがモチベーションとして下がっただけでね。だけどやっぱ調子を取り戻すとさすがだね、うん、やっぱ強さは誇るし、あの投手陣がいいよ、まあ、それとバランスがいいね、はい、あの走れる選手もいればホームランを打てる選手もいるという、マルテがねちょっといなくなったりとかいろいろするけども、まあ、だけどみんなでカバーし合える、なんかつながりをすごく感じるね、まあ、それとなかなかこう上がってこれなかったのは、あの火曜日水曜日に負けが込むっていうんだよ、はいはい、で勝てない、そのところは誰が投げてるかというと西とかが投げてるんだよね。だから西なんていうのは勝ちを計算してるピッチャーだけに、そこで負けられるとそういう印象がついちゃうんだよね。ただ青柳が波に乗ってからはやっぱ安定してきたな、チームが。やっぱりエースが負けないっていうことは、はい、やっぱ連敗しないっていうことだから大きな、はい、だからそこら辺で、まあ、阪神っていうのはもう青柳さまさまだよね。そうですね、 1.37 ですかね、防御率、防御率 1.37 で相手のチームも対策取ってくるよ、中日なんか特に一人だけ右バッター、あとは全部左とかね、いろんなチームがそういうことをやるんだけども、やっぱり大したもんなのはさ、配球を変えられるね。あの子って言ったら変だけども、進化主体なんだけど、ピッチングとすれば左バッターに対して、でもそのあんまりインサイドを使わなかったんだけどもさ、あこれダメだと思ったらインサイドもちゃんと使えるもんね。言っといて進化をいくから全部引っかかるというさ、やっぱそこら辺の変われる試合の中でチェンジができるっていうさ、まあ、器用さも持ち合わせてるし技術もあるからね。だからそういう意味ではすごく阪神っていうのは安定してきたかな、まあ、それと大山が途中で打ち出したよね、はい、で大山が打つと絶対勝つ、うんうんね、大山が打たないと負けるという。でもそこに佐藤も今年安定して絡んできてるから、はい、4番としてね。だからそういう意味ではこれからだな、楽しみだね。ケラーもね、良くなってるでしょ。あ、ケラーもいい、はい、もう全然春先のイメージはない。いや、ケラーはいいよ。だからこれは使っていく方がいいと思う。僕ね、ケラーが打たれた後の、ね、こう2軍戦見た時、ケラー寂しそうやったんですよ、うん、それは寂しいだろう。ポツンって一人でもう通訳としかいない感じだったんですよ。それはさ、大変なことだし、でかしたみたいな、そんな感じになるよ、はい、なるけど、だけどケラーが復活してから、はい、脱三振率がものすごい高いんだよ。いやだからあの投手は使えるよ。あれは本来ケラーです。だからむしろアルカンタレをね抑えに使った時期あるけども、ケラーに戻せばいいのになっていうようなことすら考える。だから非常にあの阪神タイガース前半戦苦しいんだけども、はい、後半戦に向けては明るい材料は揃ってるよね。で岩佐投手もいいですし、あいいね、下手すると大勢って言ってるけど、はい、湯浅が新人を来るかも分かんないよね。はい、はい、ということで、はい、で DeNA、はいね、DeNA は俺優勝候補だったんだよ ね、 そうですね、だったんだよねって、まだ前半しか終わってないから分かんないけどこれさ、外とオースティンが開幕から間に合うそう思っての予想だったんだ、はい、でも開幕してから開幕する前に間に合いませんよっていう連絡が入った。でも変えなかった。これはなぜかというと、耐えきれるだけの戦力が整っていると。
それとそんなに時間はかかんないだろうっていう予想のもとで優勝候補にしたんだけども、時間かかったな、時間かかったし、桑原悪いで、佐野はちょっと怪我するとか、牧が一人で頑張ってたような状態だもんね。で、まあ、宮崎がそのうち上がってきた、で桑原が良くなってきた、海老名が使えるようになった、佐野が復活した、外が特打ちをやりながら少しずつ良くなってきてる、はい、そう考えるとさ、やっぱ抜けないんだよね、あそこの打線は。まあちょっと前半戦のうちにね差を詰めてきたけども、はい、あとは森を最初に使ったんだけど、まあ怪我してで落ちてでまた上がってきた、はい、でああいう若手がさ躍動するとチームっていうのはあの乗っていけるんだけどもさ、まあ、やっとかな、やっとここに来てっていうことかな。で後半戦オースティンが間に合うと思うんだけどね、まあだから非常に楽しみにはしてるけど、これでも後半戦オースティンが入ってきた時に海老名選手をどうするかって問題に、海老名 DH セリーグないかないんだよ、はい、いやだから嬉しい誤算なんだよ。そうですよね、ああ盗塁数もチームの中でもねトップを走るぐらい走ってますし、いやそう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 、機動力っていう部分でも海老名選手活躍してる中のオースティンにこれ、いやだから桑原が危ないかも分からないしな、まあそこら辺は分かんないよ。はい、うん、いやまあ桑原はね使ってほしいけどもいやだから戦力が余ってきてるだけに、はい、競争になってくるとやっぱ面白くなるよね、はい、で今季1号打った細川っていうのも、はい、魅力あるよ。オフにオースティンで指示してたから、ね、いやそうそうそう、はい、だからあの片手一本で甲子園でホームラン打つぐらいのパワー持ってるから、はい、だから横浜スタジアムでは大いにチャンスがあるよね、うん、であと太田もいるしさ怪我してるし、はい、太田もいるし上里もいますし、上里はちょっと弱いな線が、うん、あれはね青柳に強い、だから青柳の天敵みたいなもんだからだから上里ももっと頑張れよって思うんだけどさ、後輩だしね、はい、頑張れよと思うんだけど、まあ、ちょっとな。どうですか梶原選手とかこうプレッシャーオールスターで頑張ってましたけど、梶原お前知ってるか、オープン戦の時に俺は梶原絶対使えるっていうふうに言ったの、太鼓判おじさんだから、はい、それから上がってこない、上がれないよななかなか、ね、これだけのメンツがいると。だから楽しみだよベイスターズ。でもこの終盤のワンポイントのダイソーとかでなんか1人か2人ぐらいちょっともうちょっと欲しいなっていうのがちょっとファンとしては思うんですよ。そうなんだよ、走れないんだよ、はい、だからね走るにしても確実性がないんだよ、はい、他の球団、まあ阪神なんか走れる選手がバンバンいて、はい、でここ勝負って言った時に熊谷なんかさ、はい、まあ交流戦で一塁から直帰ってきたけど相手のミスがあって、はい、あんな足のある選手がやっぱ DeNA も欲しいな。ああ今年は特に欲しい。これなぜかというとやっぱ接戦が多いからさ、そうですよね、ああそれと延長に入ることも多い、そうしたらやっぱり1点をどうやって取るかっていうのが、うん、まあ一つの DeNA の課題でもあるよな、うんうん、まあ課題が見えたからな、はい、ジャイアンツ、はい、最悪です。菅野、戸郷、メルセデスで山崎伊織、赤星、まあ、直江とか堀田とか、まあ、ここら辺がローテーションの枠だったんだよね。で、ああ若手を思い切って使うんだなと思ったのが春先ポンポンとうまい具合に勝ったよね、はい、まあ、それで調子に乗ったのか分かんないけどさ、やっぱ薄っぺらい実績っていうのはやっぱ何回か壁を越えないとうまくいくはずがないんだよね、はい、で何7人ぐらい初勝利があったかな、まあ大勢とかあの赤星とかルーキーも入れてね、はい、だから素晴らしいスタートは切ったんだけどもさ、やっぱね一番はね前半戦ミスが多い、エラーが多かったですね。エラーが多い、それがねやっぱ若い投手が投げてるだけにあのミスがあの失点に直結していくんだよね。だからここら辺がやっぱこうジャイアンツの思惑が外れたところだと思うし、で開幕直前に一番打者を誰にするかっていう、ありました、ね、だからそのキャンプの時からね、あの何をやってるんだろうっていう、まあ怪我にもあったりとかねしていなくなったんだろうけどもさ、
まあ、だけどそういうところで悩んでる時点で、まあ、いいスタートは切ったものの続くかなっていうようなことは考えてた、まあ、そうなってくるとやっぱり続いてこないよね。やっぱ中継ぎ陣が崩壊するというで両外国人、まあ、サンタナとかね、あサンタナじゃないな、あのビエイラ、ビエイラ、あとデラロサ、あビエイラデラロサ、はい、ここもボールに力はあるんだけどやっぱこう弱いね、気持ちが。だから気持ちが弱いやつほどカーって吠えたがるんだけど、だけどそういうのを一回こう試しで使ったんだけどやっぱりダメだったね。今ねやっぱり150キロの時代で150キロちょっとぐらいだったら簡単に打っていくからさ、いいバッターは。だからあれだけこう吠えたってダメなんだよ、ね、で変化球に頼り出す、で変化球がボールになる、ね、そしたらまっすぐしかいけない、もうそれ狙い撃ちされる、まあ、器用さがない。でウォーカー打つけど守備が悪いって、ボールが投げれない、まあ、最近よく頑張ってるけどね、上手くなってきました、うん、それとポランコも守備があまり良くない、だけど、まあ、ホームランの魅力はある、ホームランで勝つチームだけどもさ、だけどやっぱディフェンスが今までの巨人っていうのはしっかりしてたんだよね、まあ、ピッチャーも含めたその守りというものがさ。だから坂本の離脱、2度の離脱かな、はい、そうですね、まあ、そういうものがすごく大きく響いてるかなっていうような感じがするよね。あとキャッチャー問題もあるよね。そうですよね、なんか大島、大城選手で、ね、うん、が来るんかなと思うんですけど、なんかパッとしないというか、うん、まあ、例えば広島戦にさ、はい、3試合連続で満塁ホームランを打たれる、はい、これはピッチャーの責任もあるかもわからないけども、ある種キャッチャーの責任と言ってもいいよね、うん、そのぐらいやっぱ感じてると思うんだよ大城はね、うん、だからその時に代わりを誰にするのかっていう、はい、そしたら岸田とか出てくるけどまだまだだよね、やっぱりなんで小林をつかないんだっていう、まあ、まあ内情知らないからなかなかね、小林っていうふうにはいかないのかもわからないけども、小林が良ければ小林を使うはずなんだけどね、だけどなんか裏であるんだろうね、我々に報道されてないとかなんかいろいろあるんだろうけども、だけどやっぱ小林もそういう面ではしっかりしなきゃいけないということだよね。延長出た時のラストバッターは北君でしたからね、キャッチャーなあ、それ寂しいですね。いや、まあ、ね、はい、だから選手もいないっちゃいないというか、まあ、怪我人も多いというか、あとは FA で取った、まあ、例えば井野、まあ、4球で終わり、それは終わるわな、あんなもうストライクも入らないようなさ、ほんで自分はえもう交代っていうような顔してるけど十分交代だわみたいな、3球で交代だわみたいな、4球投げさせてもらっただけでも感謝しろみたいな、もうちょっとやっぱできるはずなんだけどもさ、やんないと。でまあ梶谷も、はい、まあ、手術でね、はい、出遅れてるという。そうです、できると思われてた選手ができてないんですよね、今年、去年に比べると。できてない。高橋優希投手もそうですし、あれはねやっぱプレッシャーだな、あー、若手を使った分だけ、はい、やっぱり自分もやんなきゃっていうプレッシャーに負けてる、はい、だからフォアボール連発するとかそういうことになってるけど、だから今村も中継ぎで最初スタートは良かったんだけども、はい、まあ、途中から打たれ出すとか、大江もね、今年は大江もダメだな、はい、だからまあそこら辺どうなってんだろうなっていう、だからその満塁ホームラン打たれにしても打たれ方が悪いよね。だから明らかにテレビ見てて、あこの球合ってないなって思うボールを避けて合ってるボールを投げちゃってるという。で勢いで行こうとしても今勢いじゃ通用しないから、トネとかね、やっぱある程度やっぱ狙って投げないとさ、はい、長野の投げた球な、狙った球ってインサイドの厳しいところだよ、ね、ボール球言えばボール球投げてくれみたいなところを、やっぱこう外の高め、長野の一番飛ぶところに投げてるわけだから、だからまあこれは投手の責任としてもね、だけどやっぱそういう組み立てとかも含めてもう一回洗い直すことが必要かなっていうふうに思うよね。個人的なこと、桑原投手が出てきてくれたことは非常にハングリーを感じるんですけど。桑原な、はい、第一で、そう、俺の後輩だよね。で一回取材もしたことがある。で家もね、はい、貧しい家庭で、あの育ってっていう、でアンダースローにしながらまた戻してみたいな、
まあ、だけどあの子もホームラン打たれてるんだよね、うん、あの堂林に満塁ホームラン、はい、だからこれはね俺配球ミスだと思うんだけど、まっすぐ投げて堂林が空振りしたの、それずいぶん遅れてんだよね、はい、それを次の球スライダー行ってポーンと打たれてるみたいな。だからそこら辺もハングリーはいいんだけど、一生懸命やるのはいいんだけど、ある程度やっぱ投げた感触でバッターを見とかなきゃダメだよね。だからキャッチャー任せっていうのも良くないと思う、うん、コーチは言わないんですか、こう経験浅いのにバッて行っちゃうじゃないですか、うん、コーチはこうシーズンが出さないもんなんですか、ね、いや出しちゃう、出しすぎなんだろうな、だからおかしくなってるんだと思う。だから俺思うんだけど、あの桑田はすごいいいコーチだと思うし、頭脳明晰ね、人柄もいい、はい、は分かるんだけど、やっぱ勝負してる時にね、すぐとイニング間に隣に行って話をしてる、自分がピッチャーの時に頭に入ったかどうかだよね、うん、だからそこをよく考えてほしいよ。桑田みたいなね、冷静に相手を分析しながら投げてる投手っていうのはもう数人しかいないよ。みんなカーッとなって投げてるよ、はいはい、うん、だから自分と同じように喋ったとしても相手入ってないから終わってからの方がいいと思うよ。ある程度任せてあげる、いつまでも子供扱いしてると大人にはなれないし、はい、ね、子供の教育だってそうだよ、やっぱ突き放すところがないとダメだし、だからもうマウンドに上げたんだったらもう信じてるわけでしょ、上げたんだったら、そしたらもう黙っとくと思う。で投げ終わって試合が終わった後に言ってあげるっていう方が俺はいいと思うよ。まあ選手によっては変えてもいいと思うけどね、うん、まあそういうところだからかな、ジャイアンツはね、はい、はい、中日中日は最初はまあ良かったよね、はい、あの貯金も作ったとかさ、はい、あやっぱ立浪効果だって言ってたけども、はい、やっぱ怪我人、大島が怪我をする、ね、石川が離脱する、ね、高橋が良くない、ね、その中で構想外だった阿部を使い出した、で意外と阿部が良かったみたいな、ね、で、まあ、岡林も抜擢をして、まあ、レギュラーに今なりつつあるよね、うん、だけど怪我した時に補えるだけの選手がいない、選手が足りないっていうのはこれはね、何年か遡ってのドラフトの失敗だよ。だからそこを打てるようにしろって言っても無理だよ。それと途中で中村のノリがバッティングコーチが2軍に降格をした、春コーチが上がってきた、はい、ね、そういうチームのバタバタもあったよね、前半戦、はい、だからそういうことっていうのはやっぱチームがうまくいってない証拠なんだよね。だからそんなところで勝てっていうのもさ非常に難しいし、まあこれからどうするかだよね。そうですね、うん、まあ、前半戦大野も、負け星の方が多いとかね、はい、で柳が勝てない、このピッチャーなんで負けちゃうのっていうような、はい、まあ、ピッチングもあるし、だなかなかうまいこといかないよね。その後ろの、まあ、あのマルティネスとかロドリゲスにつないだときにはさ、やっぱ強いなっていう感じがするけども、だけどそこまでに行くまでにやっぱ点を取られたりだとか、あとはバンテリンで戦うときと他の球場で戦うときの戦い方っていうのは変えていかなきゃいけないと思うな。で使う選手も変えていかなきゃいけないと思う。バンテリンの時はもう足優先で使うとか、ね、他の球場だったら、まあ、ある程度ホームランが期待できる選手を多く使うとか、やっぱ変えていかないと投手陣でもバンテリンで投げてる時の防御率と他の球場で投げてる防御率では1点ぐらい違うもんね、うん、だから投手陣がいいって言われてもやっぱ他の球場では打たれるということなんだよね。だからそこら辺のその選手の使い方だとかそういうものを後半にちょっと考えた方がいいかもなって思う。そうですね、得点力がもう今チームリーグで最下位ですから。いや最下位最下位、はい、で盗塁数も28とリーグで5位、うん、と
というところでこの辺がね、あだから、まあ、ホームランもね少ないしね、はい、だからそういう意味ではどうやって点を取るんだって言ったらいきなりホームランを打てっていうのは難しいよ、うん、いきなり率を上げろというのは難しいよ、でも足は使えるなんとか、うん、いきなりでも、はい、だからそこら辺を、まあ、例えば盗塁できるやつは盗塁させるのか、それともそのエンドランを多くかけていくのか、ね、だからそういうことをやっぱりすごいあのテーマとしてね、はい、まあ、感じたかな、そういうことはね。強いチームとか勝つチームってこうショートとかセンターラインの固定ってよく言われてると思うんですけど、はいはい、ちょっとやっぱドラゴンズ今このショートっていうところが強打の問題もあったりとかってこう、うん、ふわふわしてる状況じゃないですか。ファしてるよね。普段の強打についてはどうお考えですか。強打については強打は、まあ、だから強打の数字をどういうふうに考えてるかということだよね。でやっぱプレッシャーがあるんだよ立浪監督に対してね、だからそれは乗り越えていかなきゃいけないわけだけども、ただそのなんていうの、打てないだけだったらいいけど守備にも影響が出てきてるよね、はい、え強打がこんなボールをエラーするっていう、そういうことも見受けられるし、だからそこら辺はやっぱこう気持ちが強くなっていかないとさ、やっぱあの立浪監督との勝負だから強打は今年だから、その勝負に勝ってほしいよね。うん、だからそういうふうに思う、素質はあるから、うん、素質はあるんだから、そこら辺の精神的な部分でやっぱ勝っていかなきゃいけない、やっぱ監督との勝負を選手もしてるから、やっぱ使ってもらうためにとか、だからそういうところでこう勝っていってほしいなと思う、ね、まあ、特に京大に対しては厳しいけどね、立浪監督はね。立浪監督が PL 学園の時に取ってもらったスカウトと同じスカウトが京大のスカウトなんです。青森山田に行った時、うん、そういうご縁があるらしくて厳しいらしいです、まあ、そこで厳しい、いやだから物足りないんだろうね、うん、はい、強打には自分を重ねて見てる部分っていうのはあると思うんだよ、だから期待はしてるんだよ、はい、だからその期待とはもうはるかに違うから2軍に落ちるだけで、ね、少しでも2回やってきたら落とすことはない、だから期待の裏返し、まあ、ニクサあ河合さんもあってニクサ100倍というかさ、だからそういうことになってるから、だから兄弟を頑張れと、ね、勝負に勝てということをメッセージとして送ってセリーグは締めたいと思います。はい、次パリーグ、まあ、順位はこう、まあ、あのセリーグでね話したように、はい、まあ、これ1日前に取ってるから前半戦終了の、そうですね、7月24日現在のデータで、うん、だからこれがちょっと入れ替わってる可能性があるけど、それはねご容赦ください、長い動画になるんで、まあ、ちょっと前倒しして取らなきゃいけないんで、はい、はい、福岡ソフトバンクホークス、あー、ね、1位です。まあ、変わってる可能性もあるけどねあるけども、ここはね、なんていうんだろう、こけ負けする時もあれば、このピッチャーが投げ、まあ、特に千賀だよね、千賀の時はきっちり勝つとかさ、いいのか悪いのか分からないのが現状なんだよ、はいはい、で投高打低って言ってる中で一番ソフトバンクが打率が高いんだよね、はい、結構いつも通り打ってるという、はい、2割5分ですね、うん、ただこれがつながってこない、うん、なかなかつながらない。これなんでなんですかね。なんでやろうな、なんでやろうっていうのは打順の組み方があると思うよ、やっぱり日替わりでこうやって組み合わせを変えていくからさ、なかなかつながらないよね、はい、つながるチームっていうのは大体固定で来るよ、はい、で勝ってんのに打順を入れ替えたりするから、これが固定にならないから非常にあのつながりが悪いよね、うん、だけどここまでやっぱ安定してるのはやっぱ投手力がいいよね、はい、割と、ただ怪我人が多い、そう、ね、前半戦は持ったけどどうやろっていうような感じがする。でね、藤本監督が最初手春先手を打った時は必ず当たってたんだよ、はい、でここのとこ当たんないんだよ、裏目に出ることが多い、ギクシャクしてるんですかね選手と。いや選手とギクシャクっていうよりも、まあ、欲だな、欲が出てきてるという、うん、欲、やっぱり何でもそうだけど欲ってあんまり良くないんだよね、うん、でよく書くと、あここでこう、あこう出した、エンドラン出した、そりゃそうやろなって、これでうまくいけば、
それは勝てるやろうなっていうようなところで出してるんだけど、はい、それ無理よ、はい、相手がこんなに荒れてんのにさエンドランだし空振りでセカンドアウトとかさ、それはねちょっと焦りすぎなところもあるね、うん、もっとあの選手たちはやっぱ勝ち方を知ってる、経験値が高い選手が多いんで、あの慌てることはないと思う、じーっと我慢できるかできないかだよね、ここはね、やっぱ悪いと動きたくなるんだよね、でそこをぐっと我慢できるかが前半最後感じたことかな。今年ねやっぱり今宮選手がいいな、でリーグ3位2割9分7厘ということで、はいはいはい、ショートのバント、まあ、よく頑張ってるよね、はい、いや彼一人が頑張ってるって言ってもいいぐらいに、まあ、柳田も頑張ってるけど、まあ、今宮は頑張ってるよな、ショートでな、はい、あの小さい体で、まあ、爆弾を抱えながらね、足の爆弾を抱えながらやってるけども、やっぱ守備にしても打つ方にしてもやっぱリーダー的な存在でいるよね。あとはやっぱこう新旧交代の時期かなというね、まあ、例えばマッチとか、はい、サードですね、サードこれを野村勇にするのかリチャードにするのかとかさ、まあ、いろんな選手がいるけどね、まあ、シュートも守ったりとかもしてるけども、やっぱ早く固定してあげた方がいいな、うん、競争させてるんだろうけどもさ、なかなかやっぱこうなんていうの、安定しないというかね、で悪くても我慢しないと選手は育たないというか、で三森の怪我も大きかったし、もったいないですね、あの怪我は、もったいない。で栗原でしょ、はい、ね、で上林だ、怪我人が特に多いわ、うん、だから育成で素晴らしい、ね、選手を育ててるんだけども、だけどやっぱ怪我人が出るとさ、それをいきなり補充できるかっていうとさ、やっぱそこまでは育ってないからね、あの渡辺陸あんなのも素晴らしいよね、海外行ってどうやって使うのかなっていうふうに思うけど、 だけどあの子のバッティングは使っていけば使っていくほど魅力は増していくよ。こう甲斐選手がこうバッティングがあまり良くないということでスタメンからこう落ちたりとかすることもあるじゃないですか、うん、キャッチャーをこうやっぱ甲斐選手ってこうすごいいい経験もあって、うん、まあ、代表の日本代表のキャッチャーなので、打たなくても使うべきじゃないのかなってファン的には思っちゃうんですけど、あ、まあピッチャーとの相性もあるし、はい、あとはその疲労だな、それも考慮しながらやっぱ使ってると思うんだよね、うん、だからまあそこら辺勝負どころになったら甲斐は外さないよ、あ、だからそれはね、前半だからまだ首位にいたりだとかね、下からそれができただけで、なんていうの、勝負どころになったら甲斐は絶対外さない、だからそこら辺はね、甲斐の信頼度は変わらないと思うよ。ただやっぱり中村だとかね、ああいうのも戻ってこないとなんだよね、うん、で外国人が、外国人、ね、まあなあ、デスパイネ、ブラシアルまあ、ここら辺もちょっとピリッとしないからな、はい、だからそこら辺がピリッとしてくれるとさ、はい、ある程度打線というのもつながってくるとは思うけどね、はい、うん、あとガルビスがいますよ、開幕戦活躍したサードですか、あれだけじゃない、あれだけで今何やっとるんだって、2軍で、そうだな、はい、調整中らしいです、2億です、おいしいもんがあるからな今パク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 食ってそうな気がするよ、はい、まあでもまあさすがに安定はしてるけど後半は分からないよということだよね。あと忘れてはいけないのは和田投手40歳な、はい、まあ彼はストイックだしね、うんうん、だからそんなに崩れるようなタイプでもないし、で剛速球じゃないだけに、だからそのある程度のスピードを保っていけば組み立てはうまい、うん、ね、うん、だから東山とよく似てるよね、はいはいはい、右の東山左の和田ってね、うん、だから非常に、まあ、安定はしてるけどもね、はい、で西武ライオンズね、まあ、ライオンズは投手王国になるっていうふうに俺言ったと思うんだけども、ね、特に中継ぎ陣が良くなったね、まあ、安定してきた、で水上や森脇や本田、はい、まあ、ここら辺が、まあ、佐藤もそう、あ、佐々木か、佐々木もういいよね、某、はい、だからそういうところから、非常に安定はしてる、ね、で先発ピッチャーも頭数は揃ってきてる、はいはい、ね、で今井が途中から帰ってきた、はい、これも大きな戦力だよね。ただし
前半見るとエラーが多すぎる。で失策数がリーグ最多64、だからこれはね、はい、多すぎるわ。だからここら辺をなくさないことにはまあダメだなっていう、前半苦しんだっていうか抜けられなかった要因の一つだし、でまあいいところは山川がね、やっぱり4番でどっしり構えててくれるだけに、まあ、前後のバッターとかね、はい、そういうものは組みやすいと思うんだよね。ただ印象的には山川一人だったんだよね、はい、前半は。そうですね、うん、だからまあオグレディっていうのが外国人が、はい、打ったけどね、少しね打ってくれたけども、まあ印象的にはやっぱ森もそんなに打ったっていう印象ないし、まあ、山川一人というね、まあ、そういう印象残ったんだけども、まあ、だけどやっぱ投手陣がいいだけに支えてくれたよね、はいはい、あとはねやっぱ前半隅田佐藤ね1勝2勝ぐらいしかしてないでしょ。隅田が1勝、はい、佐藤が2勝ぐらいしかしてないと思うんだけど、はい、ここら辺を勝たしてやらないと、ここら辺勝ったら優勝するぐらいの前半戦だった。あと平が良くないのがちょっと心配だな。そうですね、センスも打たれましたしね、あ2試合連続でダメだったんじゃないかな。それも全部変化球なんだよね、打たれてるのがね、武藤か、はい、楽天の、はい、あれでもチェンジアップかフォークかなんかでしょ。あもうその前はスライダーカットボールを打たれて、はい、やっぱ変化球を打たれるからやっぱまっすぐに自信がないのかなっていうねことを感じるんだよね。だからもう少し後半はまっすぐ投げてほしいな。まっすぐで打ち取れるだけの球威が戻ってくれるといいね。そしたらより変化球も効くし、うん、だから、まあ、そこら辺が課題かな前半戦のね。あとはエラーだな、うん、まあ、投手防御率はね1位ということですごいだろ、ね、あれは去年までフォアボールフォアボールホームランだよそれがもうガラッと変わっちゃったわけだから、はい、だからまあ投手陣はいいからちょっと打てば勝てる、ね、打った後はしっかり守れば勝てるから、ね、っていう前半だったよ、はい、うん、千葉ロッテマリーンズ、はい、苦しんだなおい、両外国人、はい、マーティン・レアド打たない、はい、ね、だけど我慢をした、でも打てない、うん、やっぱこう手を打ったね、マーティンを2軍に下ろしてみたいな、ね、まあ、そういうことをやりながらベテラン角中とかそういう人間を上げてきた、はい、そしたらやっぱポイントポイントで活躍するよね、はいはい、で荻野の出遅れもやっぱちょっと響いたんだよね、うん、だからここのとこ安定してるのは前半戦最後の方勝ち星をぐっと伸ばしてきたっていうのはやっぱ荻野高部、はい、まあ、この 1,2 番というものが相手をかき回し出したよね、うん、まあ、そういう足の使える選手が、うん、入ってきたんで、まあ、ちょっと良くなって勢いが出てきたかなっていうような感じがするよね。そうですね、盗塁数が今88でね、そう1位ですから、そう、うん、で1位っていうことは投高打低でね、そんなにバカみたいに打てないよ、うん、でもその足で1点もぎ取ってくるっていうのもさ、これはこれから必要なことだよね、もっと、はい、で佐藤俊也、はい、伸びたな、そうですね、最初どうかなと思ったけど、はい、まあみんなが打てない時に4番に座りみたいな、はい、ね、自分は4番じゃないですって謙虚な言葉を言いながら、はい、ね、でキャッチャーマスクを多くかぶるようになって盗塁とかも刺してるし、はい、非常に伸びた選手だよね。あ松川、うん、どうしたこうキャッチャーとこうなんかこうっていうのがちょっとなんか、いやまだまだ松川はまだ時間かかるよ、うん、でもどうなんですか、2軍でこう経験で試合をフルで使う方がいいんじゃないかなっていう声もまああるよね、はい、まああるけど佐々木の女房役だからさ、それを置いといてやらないと、佐々木の女房全員佐藤でもいいんじゃないですか、うん、そういうわけじゃないですかね。いや、やっぱりこう売り出さなきゃいけないやっぱりね、はい、そのセットだから、うん、まだね、だからそういう意味ではその佐々木の女房という、ね、はい、でまあ、佐々木のやっぱこうね完全試合だとか、ね、次の日も8回まで完全とか、う
ね、2試合連続やっちゃうかみたいな、いうことがあったんだけども、まあ8回で変えるとか、ちょっと温存しすぎだよな、もうちょっと投げさせてもいいような気もするけど、まあ豆が潰れて離脱というね。だからまあ後半に向けてはやっぱその佐々木を中心に先発ピッチャーがどれだけ頑張れるかだよ。大島に勝ち星がつかないんだよね、はい、今年、まあ、昨年10勝投手がまだ1勝2勝ぐらいしかしてないでしょ。だからゲームは作るんだけども勝ち星が上がってないということは、やっぱ先に点を やったりだとかはしてるんだよね。だからそこら辺がやっぱ安定的に勝っていかないといけないなっていうふうに前半思ったのと、やっぱ二木とか、まあ、石川も安定的に投げないとね、うん、だからここら辺はあの中継ぎ陣東条、東条、ああこれは素晴らしいね、はい、ゲレーロオスナっているわけだから、で増田がいるでしょ。だから後ろは大体こう抑えてくれるんだよね。だから先発ピッチャーが後半頑張れるかどうかだよね。あの前半はやっぱこう中津飛ばずになっちゃった人が多い。美馬とかもそうですもんね。美馬とかね、まあ、勝ち星は、まあ、そこそこはついてるけども、はい、まあ、打線に助けられたとか、やっとこの前自分のピッチングで勝つことができたっていうふうにヒーローインタビューでもできて言ってたけどもさ、やっぱここもやっぱ安定した投球を見せてくれないとね。僕個人的にはまだ2軍なんですけど、種市投手がちょっと早く上がってきてほしいなっていう、まああそこはね結構いいピッチャーいるんだけど調子を崩してるんだろうね、うん、だからなかなか上がるチャンスはなかったけど、はい、田村が上がったね最後の最後の懐かしかったよ俺は、ね、でも美馬の女房役も松川だからね、うんうん、でもああいう佐々木朗希美馬タイプが全然違うピッチャーじゃない。だからそこに組ましてるっていうのはすごい松川にとっては勉強になるよね。うん、だから大きく伸びてほしいなと思うんですね、はい、楽天、はい、ね、おおいいぞね、開幕してから連敗しないぞみたいな、はい、どうしちゃったんけ、どうしたんですかね、まあ、その時っていうのは確かに西川がね、はい、移籍して非常にいい働きを見せてたよ。でやっと一番決まった、で塁に出たら走るぞっていうようなね、はい、まあ、そういう素振りもあり走ったこともあり、はい、ね、でも西川が急降下した。そうなんですよ。それから楽天が勢いが止まるというね。練習不足だったんですかね。まあ練習不足なのか、やっぱり今まで日本ハムで緩くやってきたツケが出たのかね、わからないけども、だけどやっぱり西川とともにこう沈んでいくというね。で確かにまあ、バイオリズム的には、はい、熱くなってきたら楽天はダメになっていくよっていうふうにみんな囁いてるんだよね、まあ、それを早く払拭してほしいのと、はい、やっぱねチーム構成が左バッターが多いんでやっぱ苦しい。田島とかね、投げた時に住谷を DH プロ入り初めて DH に使った。で7番で使って3打数3安打、確かに素晴らしい相性してるんだ、はい、でも次に打つのが辰巳だとかそういう左バッターなんだよ。そしたら何の意味もなくなる、はい、なんで住谷を上位に上げて返す打順で使わなかったのかなっていうのがもったいないんだよ。発想はすごくいいんだけど、はい、あの使う場所がちょっと違うんじゃないかって、はい、腹くくってそこら辺は使った方が良かったのになっていうのを言うような、そんな感じがしたよね。でやっぱりマー君が前半戦、はい、自身ワーストの6連敗か7連敗がしたでしょ、はい、いやだからマー君はやっぱ勝ちのピッチャーだからさ、だからここんとこいいけどね、ここんとこいいけどやっぱ勝ってくれなきゃ困るということ。で早川もそうなんだよ。で早川は離脱したという、だからなんとなく足並みが揃わなくなってきているという。そうですよね、うん、外国人もいなくなりましたし、うん、取った外国人野手もそうだけど誰一人働かないじゃない。2年連続ですからね、うん、これどうなってんだっていう話だよね、うん、これもオーナーも怒っとんじゃないかなと思っちゃうんですけど、オーナー怒る前にその前に大変なことになってるからね。だから
なんていうの、楽天はやっぱり名前のあるピッチャーはいるけども額面通り働けてない、うん、で則本も非常にいいスタートは切れたんだけども、はい、ここに来てやっぱちょっと球威だとか切れだとかが落ちてるよね、うん、だからそういう意味では非常にちょっと苦しいかなっていうふうに思う。ただ失策はね26とこうチームでリーグで一番少ない。そうだね、はい、だ守備とかディフェンス面は問題はないということですかね。まあそんなに大きな問題は抱えてるわけではない、はいはい、抱えてるわけではないけどもやっぱ打たないとね、うん、あのねノリが悪いわ。17点取ったソフトバンク戦があったんだけど、はい、21安打、ね、よしこれ乗っていけよみたいなわっしょわっしょでいけようと思ったら次の日千賀に4安打。このまあ確かに千賀は素晴らしい投手だよ。だけどそんな簡単に打てないよ、うん、打てないけど一つのノリがあるでしょっていう全くないね。だその日はその日で終わり、次の日は次の日が始まりました。よし今日も行こうぜみたいな、やっぱりリーダーなのかな、そういう乗せていこうとする。だからそういうことがちょっと前半戦は感じられなかったな。ということは西川遥輝選手はこう移籍してきてリーダーシップを取ってた。取ってない、取ってない。あの子はリーダータイプの性格ではないから、はい、うん、ただやっぱりその責任を与えて一番を、ね、打ってくれって言ったら、まあ、前半戦ちょっとの間打ってくれたよね。だああいうふうなことをやってくれると打線を引っ張れるだけの力があるんだよ。だけど離脱した途端に一番に苦しみ、なんかぐちゃぐちゃになってきたでしょ。で島内も打たなくなるみたいな、ね、ここのところ調子を上げてきたけどね、はい、うん、だから、まあそこはやっぱ浅村が打たなきゃダメだな。そうですね、浅村選手今ホームランが、17本リーグ2成績で、うん、いやだけど彼の力からするとさ、まあ、あの1試合に2ホームランというのは、この前ソフトバンク戦で17点取った時に初めてだからさ、やっぱ彼の爆発力っていうのは期待したいよね、うん、でオリックス、まあ、昨年の覇者、ね、悪かったな前半。そうですね、まあ吉田は怪我する、ね、T 岡田はいない、お杉本ホームラン王全くダメ、え胸いたみたいな、紅林なんか全く面影がないみたいな、そうですね、全くダメだったんだよ、はい、だけどここに来てやっと上がってきたな、うん、吉澤打つ、杉本は復活してきた、はい、胸はオールスターに選ばれてから気分を変えたみたいな、で紅林がいい、中川がいい、ねえ、ね、外国人マッカーシー、カチカチマッカーシーが、これが日本の野球に慣れてきたピッチャーね、山本はもう10勝した、ね、田島も今年は勝ち星がついてくる、ぬくのきルーキー、はい、新人がいい、はい、山岡、山岡素晴らしい、はい、もう言うことないよ、もう言うことなくなってきたんだよ前半の最後にやっと、はい、これから面白いよオリックスは。ガッとこう順位を上げてくる可能性があるってことですか。あるある。で平野がいいでしょ、はい、ね、抑えの安定してるでしょ、でキャッチャーもいる、はい、ね、これは面白いよやっぱり。あとはね宮城だよ。どうしたんですかね宮城投手。やっぱねそう簡単じゃないよ。あ、そういうことだね、そらまだ若いもん、ね、だからそういう意味では宮城もでも勝ってるからね、うん、ま、全部が負けてるかというとそうじゃない、ゲームは作ってるわけだから、ただ勝負どころでやられてるっていうところだからさ。だけどやっぱオリックスっていうのはあの投手力がやっぱいいな、いいピッチャー持ってるよ。そうですね、まだいますもんね中継ぎでも。いやだからちょっと打ってくれればさ、はい、あの楽しみなんだよ。だからこれが打てるようになってきてるからさ楽しみだよ。去年活躍してた吉田亮投手とかって今年いないですからね。いなくても賄えるんだよ、賄えるんだよ。それがすごいですよね。すごい。でもあのあれだな、面白いな、ソフトバンク戦でね、1・3塁バッター甲斐、はい、その時にマッカーシーがファースト守ってたのをレフトにし、
で中川をファーストにし、はい、でセンターを誰かに変えたみたいな、でなんていうのセーフティースクイーズをやらせないようにって、はい、でもやってきたけどね、はい、でセーフになったけど、ああいう駆け引きがあると面白いよな野球って。だからオリックスなんかやっぱ手を打ち出してきてるし、それだけ手を打てるだけの選手が揃ってきてるっていうことで、だからすごく面白いよ。とまあ積極的にトレードもね、第1番目にされた球団でもありますし。そうだよ、動いてますもんね。動いてる。まさかの後藤俊太出すっていう、まあ、後藤俊太のために出したのかもわかんないしね、はい、うん、その石岡入った石岡選手がお立ち台に立ってましたから。そうだな、すごいですよね。びっくりするな、はい。まあ、でもあの子も真面目な子でね、すごく好感持てるよな、はい、うん、で日本ハム、はい、ね、いいです、これはこれで、はい、だって優勝しないって言ってるんだから、そう、うん、だからこれはこれでいいです。ただ7連勝した時にある程度固定したんだよね、使う選手を。それからあの勝ち出したと、はい、で、まあ、噂は伊藤、加藤、あ、杉浦とかいるね、こういうピッチャーが投げてくるとやっぱそんなに打たれないよ、はい、打たれないし、あと若手を積極的に使ってる、まあ、例えば清宮を代表的に、万波だ、今川だ、ね、こういう選手がやっぱ順調に伸びてくる、上川畑、はい、ね、これもそうで、渡辺亮も上がってきた、はい、こうなって、あの野村も4番で使うとか、ね、はい、選手はね揃ってきてるんだよ。石井もいますし、石井もいるし、はい、浅田、はあ、近藤ね、はい、で松本剛、松剛が怪我したのが痛いよなこれ。そうですね、はあ、骨折だったよ、うん、せっかくオールスターにも選ばれてたのにさ、うん、辞退せざるを得ないでしょ、はい、でもそういう選手たちが固定に入って来年戦ったらっていうふうに感じさせてくれる前半だったよね。だから勝つなんて思ってなかったけど、何をしてくるかっていうのが分からなかった前半戦、うん、楽しみだったもん。いろんな選手の名前が上がりますもんね。いろんな選手が上がる、うん、一気にこう層が厚いなっていう印象が、まあ、厚いっていうか印象付けたよね、はい、ビッグボスが、はい、ただビッグボスが離脱してからコロナで7連勝したのを吐き出したというね、なあもったいない。6ゲームまで行ってたのが 9.5 まで行っちゃったよね、え、難しいですね。いや、まあまあまあ、はい、難しいけど、でも来年新球場になる、ね、それにあの準備をした前半だったよ。だから後半楽しみだ、後半。でもビッグボスはこうオールスター上げてからはもう先行終わりだと。そうだよ、厳しいラックラーらしいですよ、うん、メンバーも。そりゃそうよ、言ってたんで。それはもうね、全部とりあえずは1軍の選手も2軍の選手も入れ替えながら、はい、全員使ったわけだよ、はい、ね、そこで力量を測り、ね、特性を見、そして後半勝負に行くと、ね、これ、まあ、確かに厳しいですよって言いながら清宮を一番に使うのはどうかなっていうふうに思ったけどね、思うけど最後ちょっと見とこうみたいな、そんな感じだと思う。だからまあ楽しみだよね。だって12球団で一番気になるのはここだもん。そうですね、で結果が気になるのがまたここだ。で今日は何したんだみたいな、はい、まあ、それがやっぱプロ野球じゃないかって俺は思うんだよね、はい、だからそういう意味では非常に前半戦負けが込んだけども、俺は人を引きつけるっていう意味ではいい野球をしたと思う。キツネダンスだけじゃなかったと。もうキツネダンスが一番だけどね、多分だって YouTube で一番回ってるんだもん、キツネダンスが。だからそれはしょうがない。そうだね、はい、で杉谷もそれ乗っかるなっつうの、お前野球やれっつうの。そうですね、やっぱ帝京の松本剛選手が抜けたら帝京の杉谷選手が出てきてほしいですよね、本当は。まあそうだな、本当はね、なんか先輩の意地というか、まあキツネダンスで目立っちゃってる。まあ何でもいいんだよ、目立っちゃう、ね、はいはい、ということで、はい、ということで、ね、前半戦を振り返りましたけども、はい、ということでこう今ね右上の方に、はい、前半戦、はい、まあ、井高さんの中で予想よりも良かったなっていう球団は青のマグネットを用意しまして、はい、で予想よりもこれ悪かったなっていうのが赤、はい、で予想通りだなっていうのがこう黄色を、はい、ちょっと用意させていただいたので、はい、これは何セパ、はい、どこ足りないじゃない、足りない 2球団もしくは1球団で絞っていただいて、
なんだ絞んのか。いやないんですよこのマグネットが。まずここだよな。いやよくやったよ、はい、いやそれと広島だよ。これもセリーグ2球団でいいですか。いやパリーグもあるよ、はい、もちろん まずセリーグからやらせてるじゃん、はい、じゃあ、はい、ヤクルトは、はい、今年やっぱり優勝ボケからちょっと落ちるんじゃないかっていう下馬評だったんだよみんながね、はい、だけどやっぱ ぶっちぎったよね。すごいよやっぱその選手のやる気とモチベーションっていうのは。それと広島っていうのは最下位を予想してる人が結構いたんだよ、はい、だけどやっぱ頑張ったよね、うん、だからそういう意味では非常に広島っていうのは頑張ったよね。じゃあ悪くなっというのはドラゴンズと阪神。いや悪いでしょ。ですね。だ阪神はやっぱつまずきが悪かったよね。だけども持ち直してきたでしょ。やっぱそれだけの力、最大16あったんだから、そうですね、借金が、はいね、だけどここまで来たんだから、本当はそれがいいスタート切ってたらヤクルトと逆になってた可能性もあるよ、ね、だから俺は悪かったなと思う。だわわあの前半はね、はい、うん、で中日悪いなと思ったのは、いやこれはねやってる野球が悪いとかそんなんじゃなくて、こんなに選手いなかったかっていう驚きだよ、はい、だからこれはやっぱもう一回ドラフトっていうのを見つめ直さなきゃいけないよ。やっぱりお金かけてほしいですよね。ちょっと選手取るにも外国人取るにしてもお金がないんだよねえ、うん、独立リーグのことってちょっと変わるのかなと思うんですけど。まあね、まあだけどまあ変えていかないとな、はい、本当に。だってミスタードラゴンズもうみんなが待ちに待った立浪がさ、はい、監督やってるわけだからやっぱ恥をかかないように、恥をかかせないようにやっぱしないとダメだよな、ね、足取りがどんどん杖が重くなっていってたんで、立浪がノックバット全員してるんですけど、そうだ、ね、腰が悪くなってどんどん重くなっていってるんですよな。はい、で予想通り、はい、まあそうですね、はい、こういう風な感じ。ああ、DNA やっぱり予想通りなんですね。いや、予想通りっていうのは、前半戦はね、はい、はいはい、前半戦は外とオースティンがいなかった、開幕からね、はい、まあ、外は戻ってきたけど、はい、オースティンがいない、これ分かんないよ、これからは。でも、ジャイアンツは、やっぱりピッチャーが弱いなって思ったから、最初、首位とか、まあ、2位につけてたけど、まあ、ずっとね、2位につけてたけど、いや、 やっぱ落ちてくるだろうなと思ったらやっぱ落ちてきた。いやだからジャイアンツはやっぱこれからもちょっと苦しいだろうなっていうふうには思うよね。そう考えてみるとやっぱジャイアンツって相当苦しいってことですよね。いや苦しいけど、だから前半戦を見るとね、よく2位にずっとつけてたよ、はいはいはい、いや苦しいながら、まあ阪神がこけたとかさ、はい、DeNA がメンバー揃わなかったとか、ね、中日が選手が蓋を開けたらいなかったとかさ、そういうことが重なって2位にはいたと思うけども、だけど、まあ、こういう順位になった時に、あ、やっぱり下がってくるよなっていうのは俺は思ったけどね、うん、さあということで、はい、パ・リーグね、はい、はい、行きましょう。これは悪い。悪いですね。悪い、はい、こうか。おソフトバンクは、はい、やっぱあの怪我人がね出しながらでもやっぱ上位にいるっていうことはさ、やっぱよくやってると思うよ俺。あれだけの主力がさ、まあ、例えばその栗原、はい、まあ、マッチのまあ入れ替えみたいなのもあるよね。で中村、上林とか、はい、で三森もいなくなった、はい、もうほとんどいなくなっちゃってるんだ。まあ、その中でやっぱここにいるっていうのはさ、まあ、よくやってると思う。それと日本ハムよくやってるっていうのはやっぱプロ野球として注目を浴びるということでは俺はよくやったと思う、はい、やっぱビッグボスの功績っていうのは大きいと思う。ただこれがずっと続けばこれがもう一番最悪の、赤になっちゃうからね、まあ、だけど前半戦はやっぱ気にならなかった。
いや見に行きたいと思って行きました、ね、そうだろ、はい、うん、だからそういう意味ではプロ野球ということを考えると俺はよくやったと思うよ。だって勝たないって宣言できる？できないよね。でも宣言通り最下位なんだから、はい、だけど手は打ってきてるわけだから、だから相手が1、3塁になったら嫌だよ日本ハム。何するか分かんないですからね。もううろうろしてるよみんな、はい、ね、内野手がバタバタするんだから相手の、はい、だからそういう面では、まあ、よく頑張りましたみたいな感じで、で悪いのはやっぱ楽天、はい、最初は良かったんだけど、はい、だけどここに落ちるっていうほど、はい、俺はチーム力がないチームではないと思うよ、はい、だからそういう意味ではこう4位に、まあ、こう落ちちゃったっていうのはちょっと下せないよね、うん、でオリックスね、やっぱ体調管理だとかそういうものが少しできてなかったのかなっていう調整とかね、はい、だからそういう意味ではいや今はすごいよ今はね、今は、まあ、全体を通してって話ですからね。そうそうそう、はい、前半戦の全体を通してっていうことだから、はい、まあこれから上がり目あるよね、はい、だからそういう意味では悪かったなっていう。で西武ロッテ、まあこれはある程度予想通り、はい、まあやっと力的にはまあ無難なところに上がってきてるなっていうような感じがする。まあということで、はい、前半戦を長く振り返りましたけども、そうですね、はい、皆さんのコメントとかでいただきたいですよね。どんなところに注目されたとか、前半の MVP だったりとか、そうだね、気になるプレーとか、豊さん、まあ、もう間違いなくセ・リーグでは村上だよ MVP はね。そうなんですか、うん、そう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 、僕大勢なんですけど、まあね、いや大勢がいなかったらもっと下に行ってるから分かんないからね、はい、いや大勢もすごかったな。あの中日戦の初戦だけ、初登板の時だけバタバタしたけど、それからなんかひょうひょうと投げるね、あの子は魅力あるね、はいはい、いや、まあ、そういう話をね、おじゃればコメントとかでいただけたら、そうだね、はい、でパ・リーグの方はビッグボス、ね、MVP はやっぱ盛り上げたよ、うん、前半戦ね、はいはい、まあそういうことでね、明日の動画では、明日の動画はね、後半戦に向けてと順位予想、はい、後半戦のやりますので、ぜひ見てください、はい、ありがとうございました。